俺の名前はエイジ、冴えない高校生だ。コンビニでバイトをしているんだけど、先輩のシゲルにいつも罵られている。もろまあ、このグズ、仕事がうまくできないのは事実だし、しょうがないか。アニメグッズやゲームを買うためだ。我慢我慢。そんな悲しいバイト生活を送る俺の癒しは学校にある。エイジ君、昨日のアニメニャコマンの最新話見た？見たよね。興奮気味に話しかけてくれたのはクラスメイトのヒカリさんだ。彼女はとても美人で明るくて成績も優秀なのだが、あまりにもオタクすぎて残念美人と噂されていた。顔と性格は100点なんだけど、趣味がマイナス1000点なんだわ、ということらしい。でもオタクの俺にとっては大事な友達だ。ニャコモンのアニメは相変わらずクオリティが高いよね。子供向けだけどちゃんと大人も楽しめるようにできるっていうか。そうなの、分かってもらえて嬉しい。世界に誇れるニャコモンだよ。うん。うわ、あ、ごめん。大丈夫？またゲームで夜更かし？まあね。そっか、私とは微妙に趣味が合うようで合わないよね。ニャコモンカード一緒にやってくれる日はまだかな。ニャコモンカードというのはニャコモンのトレーディングカードゲームだ。世界大会も開かれているコンテンツで、ヒカリさんは俺をずっと誘ってくれている。トレカはお金がかかるからごめんね。バイトを増やそうにも先輩からグズ、室間ってバカにされてるから辛くてさ。へえ、そうなんだ。ん？あ、もうこんな時間、また後でね。なんだろう今の、気のせいか。少し気になったんだけど、この時のことを俺はすぐに忘れてしまった。そして別の日、バイト先で転機が訪れる。店長に言われて倉庫整理をしげるさんと一緒に手伝っていると。なんだこれ。これニャコモンカードじゃないですか。ふん、オタクどもが買っていくあれか。いい年してダッセよな。見たことがないパックだな。もしかしたらひかりさんが欲しがるかも。店長に譲ってもらえないか尋ねると、掃除を手伝ったお礼にどうぞと快く譲ってもらえた。翌日、俺はひかりさんをお昼ご飯に誘った。食べ終わった後、例のカードパックを見せる。エイジ君、どこでこれを。コンビニの倉庫から見つかったんだ。掃除を手伝ったお礼に店長から譲ってもらえてさ。ひかりさん好きでしょ。あげるよ。ダメ、これを手放そうなんてとんでもない。このパックはね、ニャコモンカードが発売されたばかりの最初期のパックなの。どれくらい売れるかわからなかったから、生産数が少ない幻のバージョン。しかもパックに入っているかもしれないシークレットレアは1枚500万円の価値があるんだよ。500万。あ、でも当たったらか。違うの、当たるかもしれない未開封の状態でも100万円の価値があるの。それがなんと手元に6パックもあるわけで、あまりの話に俺はビビりまくっていた。売るつもりなら信頼できる人物にコンタクトを取って売却の交渉手続きを手伝ってあげる。ただ残念だけど、一つは保存状態が悪いからかなり減額になってしまうかも。それなら一つだけ開けてみようかな、なんて。うん、いいと思うよ。当たるかな、当たるかな。あれ、なんか光ってる。500万だよ、それ。オッケー。2人揃って開いた口が塞がらなかった。その後、親にも相談しつつ、俺は光さんの紹介でバイヤーと会うことにした。そして未開封パックの方だけを1パック100万計500万で買い取ってもらう。バイヤーさんはとても親切で、光の紹介だからと税金を払っても俺の手元に500万が残るように買い取ってくれた。500万のカードは価値が上がるかもしれないので保管することにした。多分あのパックは外れなんだよね。シークレットはそうそう出ないから。なんかまだ信じられないよ。ひかりさん、こんなに親切にしてくれてありがとう。うん、いいんだよ。エイジ君は大事なお友達だし、それにそれだけお金があったらニャコモンカード始められるよね。あ、そうだね、今度は始めてみるよ。やった。運よく大金を手に入れることができて、ひかりさんとももっと仲良くなれた。俺たちは互いに幸せを感じていた。しかし、
今度は悪い事件が起こる。ある日、ひかりさんと帰っている途中、しぐれさんに見つかって絡まれてしまった。お前を探してたんだよ、エイジ。なあ、この前店長からもらったニャコモンカードのパック、どうした？あれすげえ高く売れるんだよ。掃除を手伝ったのは俺も一緒だ。少なくとも半分は俺のもんだろ。よこせ。もう手元にないです。それにあの時はいらないって。気が変わったんだよ。お前、さては価値を知っていたんだな。この泥棒が、ほんと卑しいやつだよ。やめてください。俺は抵抗したけど、しげるさんは引き下がらなかった。すると光さんが、ねえ、提案なんだけど、ニャコモンカードで勝負して決めたら？はあ？なんでそんなことしなきゃいけねえんだよ。ニャコモンカードのいざこざは、ニャコモンカードの対戦で解決しようってことよ。レアカードをかけて勝負をすることはあるもん。エイジ君が勝ったらあなたは諦める。あなたが勝ったら、エイジ君は分け前を半分、あなたに渡す。大金が入るかもしれない勝負なんだから、悪くないと思うけど。それもそうだな。よし、エイジ逃げんなよ。準備ができたら連絡すっからな。光さん、大丈夫なの？大丈夫、私に任せて。後日、約束の日がやってきた。ニャコモンカードに詳しい後輩がいたから、教えてもらったんだよ。絶対に負けないからな。自信たっぷりね。せっかくだから二人の対戦、撮影していい？構わねえぜ。オーケー。ルールは三本勝負。日本選手で勝ちだよ。試合開始。しげるさんは早速強そうなカードを出してきた。あら、現環境最強のニャコモンなんだぜ。こっちは猫のカードです。にゃーん。なんだよそれ、弱っちいカードだな。一本目はあっさり負けてしまった。しかし、エイジ君、サイドデッキから10枚交換ね。悪あがきすんなよ。オラ、またトラを引いたぜ。ダイレクトアタックだ。あ、ストップです。サポートカードのまたたび猫爆弾を使って眠らせます。あ、なんだそのカード。すやすや。俺はトラを封じ込め続けて、シゲルさんに圧勝した。なんだよこれ。お前絶対勝てるって言ってたじゃん。だってこんなカード知らないし、誰も使ってなくて。俺にもねえのかよ、サイドデッキ。負けるわけないと思って組んでないっす。アホ。そんなわけで3本目も俺が制圧。なんとか勝つことができた。勝ちたがりさんは環境デッキで来ると思ったよ。猫は最弱って言われてるけど、実は何が来てもサイドを含めれば現環境に全対応できるんだよね。お疲れにゃした。あ、その勝ちゼリフ、お前世界チャンプの光か。世界チャンプ、お前も知らなかったのかよ。こいつはニャコモンカード界隈の超有名人。どんな弱いカードでも戦法次第で強くなることを証明し続けるトリックスターなんだよ。そういうこと。差し詰め、勝利の女神ってところかにゃ。ふざけんな。しげるさんは物言いをつけたけど、俺とひかりさんが聞き入れるわけがなく、そのまま撃沈。おまけにこの勝負はチャンピオンひかりの YouTube チャンネルで公開されて、俺は初心者だけど最強デッキに勝ったとコメントで大人気。すげえ。やっぱ最強じゃん。強っ。これ猫岡店のコンビニ店員じゃない？ざまあ、いつも他のバイトをいびってるやつじゃん。営業中によくやるよな。逆にしげるさんは日頃の行いのせいで特定されてしまい炎上。バイトを辞めて俺と会うことは二度となかった。そして俺とひかりさんは、エイジ君、私のチャンネルにレギュラーとして出演してくれない？私の弟子として売り出せば人気者になれそうなんだよね。ニャコモンカードやってくれるって話だったし、どうかな？そういうことなら喜んで。恩人の誘いは断れないよ。やったね。でもどうしてこんなに親切にしてくれるの？それはエイジ君のこと前から結構好きだったから。え、俺のどこが？あの、そのこんなこと言うと気を悪くすると思うんだけど、私実は最弱フェチなの。彼女は弱いと言われているカードに可能性を見出すのが大好き。カードゲームだけの話かと思いきや、実は人間にも適用されるのだと俺と話していて知ったのだとか。ああ、そういう意味での好きってことね。ごめん、バカにされているみたいで嫌だよね。いや、そんなことないよ。いつか
強くなってちゃんと認めてもらうから。エイジ君、わかった、おいしく実るまで待ってるからね。やっぱりちょっと変わった子なんだな。この頃は数年後、世界大会でチャンプの座を競い合ったり、彼女が俺にすごく愛着を持ってくれるようになるなんて夢にも思わなかったな。漫画エンジェル未公開、チャンネル登録よろしくお願いします。